にちは。平成30年10月号の WebTV 阿蘇プラスです。今年の夏はさすがの阿蘇も暑かったんですが、朝晩は涼しくなってきました。皆さんはどんな秋をお過ごしですか？さて先日 WebTV 阿蘇の取材で阿蘇五岳の一つ木島岳に登ってきました。9月10日から1週間波野中学校2年の志賀くんが、WebTV 阿蘇に職場体験に来ていたんですが、志賀くんのリポート撮影のために一緒に登りました。木島岳は草千里の駐車場から登山道が整備されていて、とても登りやすい山でした。頂上から続く大八も歩いたんですが、そこからは米塚やその先には阿蘇市も一望できて、秋の爽やかな風を感じることができました。9月は他にも阿蘇中学校の国滝くんと沢谷くんも職業体験に来てくれました。3人のそれぞれのリポートは取材、撮影、編集まで自分たちで行った力作です。 WebTV 阿蘇で見ることができますので、ぜひご覧ください。続いてはアソモンイーモンのコーナーです。オンラインショップアソモ担当の森さんとお伝えします。よろしくお願いします。さて阿蘇市では9月中旬頃から稲刈りがあちらこちらで見られるようになりました。今年も新米の季節がやってきましたが、まず森さん、阿蘇のお米が美味しい理由から教えてもらっていいですか？はい、阿蘇の気候っていうのは、九州の北海道と言われているのは知ってますか？いや、知りません。阿蘇地方っていうのは、冬はとても厳しい寒さがやってきます。そうですね。はい、でも夏はとても涼しくて過ごしやすい気候なんですね。はい、でこの寒暖差っていうのが、お米作りにはとても大事な、ものになってきていて、この寒暖の差っていうのが美味しいお米を作る条件にもなっているんですね。はい、なので阿蘇市でできるお米っていうのはとても美味しい、美味しくないわけがないと、いうところになってます。それから、美味しいお米を作るために大事なのはまた水ですね。この水っていうのが豊富に湧き出ています。阿蘇市の至るところから美味しい水が湧き出ていて、その水を、お米作りに使っているっていうところも美味しいお米、ができる秘訣でです。はい、アソモのホームページを見ると7品種9つの生産者から買うことができます。これだけ組み合わせがいろいろあると、どのお米にしようか迷ってしまいますが、選ぶポイントっていうのはどんなところですか？はい、まずは品種で選ぶことができます。代表的なコシヒカリ、それから日の光、ミルキークイーン、森の熊さん、峰朝日、一目惚れ、姫好み、この7品種から選ぶことができて、またコシヒカリには JAS 認定の生産者さんも含まれています。はい、それから生産者さんで選ぶことができます。今回大規模農家さんから6店舗、小規模農家さんから4店舗の生産者さんから、お米を、取引させていただくことになってます。まず大規模農家さんなんですけれども、お米の鮮度を保つために、温度管理された保冷庫で、お米を保管していただいてます。そしてそのお米を、自社のみが使用する精米機で、出荷直前に精米をしていただきます。なので、鮮度が保たれていて、さらに鮮度が保たれた状態で精米をしますので、美味しいお米をお届けすることができます。それから、色彩選別機、石抜き機等の、設備を整えていますので、異物の混入や、虫食い等のお米の混入を、防いでいます。そしてもう一つ、小規模農家さんの特徴はどんなところですか？基本的に小規模農家さんは、自分のご自宅用として自家消費をするお米も作ってますので、そのプラスアルファの分をアソモにお裾分けということで、市場にあまり出回っていない小規模農家さんが作るお米っていうのは、とても希少になります。
収量より味にこだわっていて、うちの米が一番うまいとどの農家さんも自信を持って作ってます。それから、安心安全なお米というところで、自家消費というところで自分も口にするお米を作ってますので、なるべく農薬は使わないというところで、安全なお米を作っているというのも特徴的な一つであります。今回この小規模農家さんのお米は阿蘇も初登場だそうですね。はい、阿蘇市の中でも、水がとても豊富な、宮地地区の生産者さんを中心に、声をかけさせていただいて、今回の発売となりました。お店などでは、まず並びませんので、とても希少で、美味しいお米となってますので、ぜひお試しください。はい、では最後に今年の新米の購入方法について詳しく教えてください。はい、インターネットでオンラインショップ阿蘇も検索してください。はい、一番目立つバナーの、お米の購入のところから、品種は7品種、サイズも3号から30キロ、またセットまで、幅広く取り扱いを行っております。また別で、定期購入もやっていて、1年間生産者さん、またお米の品種を変えながら1年間お届けするという定期便もやってますので、そちらもぜひご覧ください。なんとこの定期便では、地元の阿蘇農業高校、今は阿蘇中央高校の、生徒さんが作られた、お米を取り扱ってます。数々の賞も受賞していて、とても美味しいお米になってるんですけれども、またこだわりの農法というところで、昔ながらの乾燥の方法です。陰干しの方法ですかね。乾燥機を使わずに、自然に乾燥させてる農法というのも特徴的なので、ぜひ美味しいお米が今年できると思ってますので、定期便に入れさせていただいてます。あのサイトを見てると、お米つながりで面白い商品見つけました。あの米サイダー、これも初登場ですね。アグロスタイルさんという大規模農家さんが作る、米サイダーですね。これはミルキークイーンという品種を使って、ほんのり甘いサイダーになってます。こちらもぜひお試しください。新米や米サイダーについて詳しくはアソモのホームページをご覧ください。アソモンイーモン、今回は今年の新米についてアソモ担当の森さんと一緒にご紹介しました。ありがとうございました。ありがとうございました。今回の WebTV アソプラスいかがでしたか。さて、秋の行楽シーズン、お出かけの予定は立てられましたか。10月6日土曜日、道の駅並の神楽園では第27回神楽フェスティバルが開催されます。今年も夜神楽が楽しめるということで、午前11時から夜9時までの開催です。入場料は高校生以上が700円、野外会場ですので夜まで楽しみたいという方は寒さ対策をお忘れなく。飲食ブースも並びますので、食欲の秋も堪能できますよ。お問い合わせは阿蘇市観光課まで。このフェスティバルには地元の小中学生や保存団体も出演しますので、ぜひ勇壮な舞神楽をご覧ください。 WebTV 阿蘇プラス、最後までお付き合いいただきありがとうございました。ではさようなら。